はい、それでは時間となりましたので、ただいまよりインフラ分野におけるメタバースの作り方と活用と題しまして、川づくりセミナーを開催いたします。本日の総合司会といいますか、全体司会を仰せつかっております、九州技術事務所品質調査課長の伊藤山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、開会の挨拶としまして、九州技術事務所長、小串よりご挨拶を申し上げます。小串所長、どうぞよろしくお願いいたします。ただいま、ご紹介に、預かりました、九州技術事務所長の、小串です。本日は、インフラ分野における、メタバースの、作り方と活用と題しまして、川づくりセミナーのですね、募集を行ったところ、数多くの申し込みをいただきまして、本当にありがとうございます。全国よりウェブによる参加者がですね、約1100名、また本日この会場におきましても関係者の皆様約20名が参加していただきまして、ウェブ併用によるですね、川づくりセミナーを開催する運びとなりました。本日は、午前の部といたしまして、全国的なですね、取り組みや最新の事例の紹介についてですね、3講演を予定しております。まず、初めに、公益財団法人リバーフロント研究所の中村様より、3次元データを活用した川づくりの現状と今後の展望と題してですね、ご講演をいただきます。次に、ゲームソフト界でご活躍のエピックゲームズジャパンより杉山様をお迎えいたしまして、ゲームエンジン中でもノンゲーム分野での活用事例を中心にご講演をいただきます。最後に、山梨大学の大槻先生より、メタバースを用いた川づくりの魅力とポイントについてご講演をいただく予定としたし、いたしております。お三方々におかれましては、先進的なですね、取り組みの第一人者としてご活躍をされており、本日も貴重な、貴重で、なおかつ、興味のあるですね、お話を伺えると思っております。熱心なご聴講をですね、よろしくお願い申し上げます。また、午後になりますが、初めての試みではございますが、ハンズオン研修としてですね、皆様方と一緒に手を動かしながら、メタバースを用いた川づくりをですね、直接体験していただき、セミナーの方ですね、進めていきたいと考えております。ご協力の方ですね、よろしくお願い申し上げます。さて、近年、国土交通省におきましては、インフラ分野において、デジタル技術をですね、活用して、国民のニーズをもとに、社会資本や公共サービスの変革を行い、安全安心で豊かな生活をですね、実現するための取り組みを始めているところでございます。そうした中ですね、九州地方整備局におきましても、昨年12月でありますが、大分と福岡の県境を流れる山国川というところがありますが、そちらの方でゲームエンジンによる川づくりをですね、実際の地元の説明会において活用し、非常に分かりやすいといったですね、ご意見をいただいて、地元の説明のですね、一つのツールとして、今後、他の河川においてもですね、展開していきたいというふうに考えているところでございます。また、今年のですね、2月におきましては、ゲームエンジンを用いた川づくりのツールの操作のマニュアル案をですね、ついて公表し、誰でも無償でですね、本技術を使用することが可能となり、本日のこのセミナーの開催の運びとなったところでございます。
このセミナーのですね、後はですね、受講生の皆様方がですね、各分野におきましてですね、積極的に活用していただき、働き方改革のですね、一助としていただければ幸いでございます。整備局といたしましてもですね、道路事業、観光事業等ですね、多方面においてですね、今後、この活用をですね、検討していきたいと考えておりますので、ご協力の方よろしくお願い申し上げます。本日は15時30分までということでですね、かなり長時間のセミナーとなり、またウェーブによるですね、ハンズオン研修という初めての取り組みで、いろんなところでご不便、ご不自由をかけるかもしれませんけども、最後までお付き合いの方ですね、よろしくお願い申し上げましてですね、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではですね、これより最初の講演の準備をいたしますので、少々お待ちください。で、その時間をお借りしまして、私の方から事務局からの注意事項を連絡を申し上げたいと思います。受講生の皆様、マイクとカメラ奥でよろしくお願いいたします。それから録音は保存行為は禁止ということでございます。それから、質問につきましては、講演の都合上、ウェビナー開催の質疑対応は予定しておりませんので、質問等ございましたら、セミナー終了後のアンケートでお答えいただければと思ってございます。それから、CPD の認定手続きでございますが、全講演、講習の参加が必須となってございますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。それでは準備が整ったようでございますので、これから最初の講演ということで、3次元データを活用した川づくりの現状と今後の展望と題しまして、公益財団法人リバーフロート研究所主要研究員の中村圭吾様よりご講演をお願いいたします。で、ここで簡単でございますが、中村様の、プロフィールについてご紹介させていただきます。専門は河川環境ということで、2010年本調査時代に ALB による河川測量の着手、それから福井河川国道事務所長時代におきましては河川諮問現場で実践されてございます。また、2018年からの土木研究所では河川諮問標準化検討小委員会の幹事として、標準化の社会実装を手掛けられ、現在、リバーフロントでご活躍でございます。それでは中村様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。リバーフロント研究所の中村でございます。本日はこのような会にお招きいただきありがとうございます。それでは早速資料の方を共有させていただきます。はい、それでは改めまして、リバーフロント研究所の首席研究員の中村と申します。私の方からはですね、3次元データを活用した川づくりの現状と今後の展望ということで、どういう経緯でですね、この3次元データを用いた川づくりが進んできたのか、そして今現状の課題は何なのか、そこをメインに話しまして、最後にですね、今後の展望ということで少しご紹介したいというふうに思います。最初にですね、少しイメージをつかんでいただきたいと思いまして、今日の午後話されます日本公演の佐藤さんが作られました、ちょっとショートムービーを使ってですね、イメージをつかんでいただきたいと思います。動画見え出しましたかね。これがですね、ゲームエンジンを使った川作りの実際の作業を早巻きで見てるような状況です。結構ですね、いろんなツール、かなり速いスピードでつけれるという感じです。で、これはセシウムっていうですね、3次元 GIS のフリーソフトの、そういうソフトにですね、今作った、ゲームエンジンで作ったものをデータを載せているといった状況です。こういうふうに見れますようにですね、非常にこれまでの CG に比べると高頻な描写が比較的簡易に作れるといったような特徴があります。
3次元データ、測量データの上にですね、こうまあ、リアルタイムレンダリングとか言いますけど、こうテクスチャーを載せていく感じになります。まあ、こんないろんなですね、光の状態、まあ、これマジカワ的な夕暮れのあれだと思いますけど、まあ、光の状態をコントロールしたり、まあ、こういったふうにですね、その実際に作った風景の中を歩くような、まあ、シーケンス景観みたいなのをチェックしたりとかですね、まあ、そんなことも可能になります。で最近のですね、進化といたしましてはですね、いろんなソフトとの連携も取れるようになってきているということがあります。これはですね、iRIGっていう、まあ、フリーの推理計算ソフトですね、その結果をこのゲームエンジンに載せるっていう話ですね。まあ、もともとはこれベクトルぐらいだったんですけど、それをこう、ゲームエンジンに載せるとですね、非常にこう、リアルな、状況っていうのをですね、表現することができます。これやっぱり推理計算の結果を再現したような画像欲しいですよねっていう話を佐藤さんにしたらですね、なんかさささっと作ってくれまして、あっという間にできるようになりまして、こういったまあ実際の推理計算に基づいた流れをこのゲームエンジンでですね、表現するということも今可能になりました。まあ合流する流れだとか、こういった反転流ですとかですね、こういったものも今再現できるようになってきてるっていうことで、まあなんですかね、かなり合理的な表現がですね、できるようになってきたと。いったような状況ですと。はい。ということで、まあ、ちょっとイントロ的にですね、動画見ていただきましたけれども、まあ、ここから本題ということで、まず最初にですね、三次元川作りに関連して、ちょっと自己紹介させていただきたいと思います。私の1994年にですね、まあ、当時、建設省ってまで呼ばれている、ところに入省しまして、土木研究所の、まあ、河川環境研究室というところに入りまして、当時はですね、今、旧大も退官されましたけど、島谷先生ですね、島谷先生が室長で、あと、名工大の茅場先生がですね、まあ、主研といったような、まあ、割と興味深い部屋にいたということですね。で、それで河川環境の方に14年ぐらいいてですね、で14年間、まあ、河川環境の研究をやってきたんですけども、2008年に、まあ、本省の方に、霞が関の方に移動になりまして、砂防計画課、そしてこの次ですね、2010年に、本省のですね、河川情報企画室というところの課長補佐で移りました。このポストはですね、河川局、水局のですね、技術開発をするという部署、コーディネーションをするというポストでして、この時に研究開発公募でですね、まあ、その中身を決めれるという立場でしたので、まあ、当時測量っていうとですね、まだ200メートルピッチでですね、こう測量しているような時代でしたので、もう21世紀になってですね、だいぶ経つのに、まだそういう状態かということで、なんとかならないかと思ってたところですね、この ALB、グリーンレーザーというものを使うと、水中まで測れるんだよという情報を手に入れまして、じゃあそれをぜひ技術開発しようということで、2010年、11年ぐらいですかね、にこのグリーンレーザーの検討、開発に着手したというのが実態です。で、まあ実際これで川の中結構測れるということが分かってきまして、でその後、私自身は国総研の河川研究室の主任研究官に異動になったんですが、まあ、その場でもですね、まあ研究であったり、本省のいろんなやってるですね、技術的なことをフォローしたり、あとまあ実際技術的にはできても実際に実務で使おうと思うと行政的ないろんな根回しがいりますので、まあ、国土地理院とかですね、そういうところでこういった新しい測量法が使えるような、まあ、根回しといいますか手続きをいろいろやりまして、もういよいよ準備できてですね、よしこれはどっかの事務所にやってもらおうというタイミングがですね、2016年ぐらいだったんですが、ちょうどその時に私自身が福井河川国道事務所長に異動になったということで、だったら自分でやろうということでですね、まあ、グリーンレーザーを使って、河川のいわゆる定期的な測量をですね、日本で初めて公式に使ったと、クズ流河で使ったというのが、まあ、2016年です。で当時ちょうどですね、河川とか道路でシムですね、アイコンストラクションということで、いろんなそういった新しいその施工がですね、シムを使った施工がアイコンストラクションが始まった時期、本格的に現場に導入された時期でもあって、まあ、そういうのも合わせてですね、現場での実装も進めたということです。でその後2018年から土木研究所の方に移りまして、ここではもともと自然共生研究センターの方でですね、このiRIGを使った稼働設計とか河川環境の評価をやってたということもあって、まあ、そういった成果も合わせつつですね、先ほど紹介あった河川シム標準化検討小委員会というものを立ち上げまして、この中でいろいろな三次元の川づくりを検討したということです。まあ、今日はこの辺のですね、この小委員会の中での成果をいろいろご紹介したいというふうに思います。
今日の内容なんですけれども、現場川づくりのですね、調査、設計、施工、維持管理というこの流れの中でご紹介したいんですけれども、メインはこの現状の話です。現状、この辺が3次元川づくりどうなってるのっていう話をしたいと思います。で、最後の方、ちょっと余った時間で、今後の展望ということで、おまけ的にですね、今後こんなことが考えれるかなということをご紹介したいというふうに思います。まず最初は調査ですね。調査はこの ALB、グリーンレーザーの導入というのがやはり大きいと言えます。この河川分野におけるですね、この3次元データ、いわゆる天群データですね、どうやって使われてきたかということなんですけれども、遡りますと2005年ぐらいからですね、航空レーザー測量、いわゆるレーザープロファイラーというものですね、この頃から使われてました。ただ、この頃はですね、レーザープロファイラー、水中、水の中が測れないというですね、河川管理にとってちょっと致命的な欠陥があったということで、河川の測量には使われてなかったんですけれども、先ほど言いましたように2011年ぐらいにですね、グリーンレーザーの検討を始めて、これが使えるようになったという、使えるようになってきたということで、2016年で、福井河川国道事務所の方で公式に初めて活用したと。で、公務員というのはなんか前例主義じゃないんですけど、一箇所使うと結構広まりが早いということでですね、当時調査課の係長、小川係長というのがいましたが、小川係長なんかのところにですね、全国からどういう仕様書を書いたんだっていう、この、測量のですね、発注仕様書の問い合わせがたくさんあって、それを全国に配って、それを全国の事務所が使ってどんどん発注したということで、最初の測量から3年後にはですね、本省の方から、もう河川の測量は原則天群測量としますよという、割と早いスピードでですね、通知が出たということですね。で、2020年にはそのマニュアルも出たといったような状況です。で、グリーンレーザーということでですね、グリーンレーザーによる河川測量2016年の12月に初めて測ったんですけれども、こんな形でですね、川の中、水の中もですね、こう手に取るように分かるというのが特徴です。でこの当時、アジア高速さんがですね、受注していただいて、非常にこの図面が綺麗だったっていうのもやっぱりですね、普及には効果的だったんじゃないかなというふうに思います。実はこの図面結構簡単に見えますけど、結構いろんな工夫をしていて、一つはですね、川ってこう勾配があるので、下流に行くほどこう標高下がってくるんですけど、それだとこう綺麗に表現できないので、グリーンレーザー水面測ってるので、こう水面を中心にですね、そこからの相対的な高さ、飛行を実はこれ表現してるっていう工夫を一つやってます。あと、そのまま色付けちゃうと、ベタっとしてですね、かっこ悪い絵になってしまうんですが、これ、なんですかね、こう、陰影ですね、影をですね、こう絶妙にこううまくつけていて、これが非常に絵が綺麗だということもあってですね、これも一つ大きな普及に通じたんじゃないかなと思います。で、グリーンレーザーの仕組みについてはですね、多くの方理解している方も多いと思いますが、初めて聞くという方もいらっしゃると思うので、簡単に説明しますと、通常のいわゆるレーザー測量というものはですね、この近赤外、実際は赤じゃなくて近赤外なんで見えないんですけども、そういうもので測るんですね。ただこの近赤外っていう光は、陸上とか水面では反射するんですが、水の中には届かないっていう欠点がありました。ところがこの緑の レーザーですね、これ本当に緑色なんですけれども、その緑のレーザーはエネルギーが強くてですね、水の底まで届いて反射するということで、この近赤と緑色のその差を見ることによって水深が測れるという原理で測れます。で、この ALB なんですけれども、開発を始めたですね、平成23年ぐらいですかね、当時はですね、冷蔵庫3つ分ぐらいあって、とっても重くて、こんなヘリに乗らないぐらい、かなり大きなヘリじゃないと乗らなかったんですけれども、どんどん小さくなってですね、もう今ではこういったお尻にちょこんと置けるぐらいのサイズになってきて、値段も相当安く、まだ結構高いは高いですけど、相当小さくなって、これで80キロぐらいですかね、そこそこ重量はあるんですが、だいぶ軽くはなってきたという状況です。はい。で、こういったグリーンレーザーで撮るとですね、今から示しますような、こういった動画というか3次元のデータが撮れるということですね。これちょっと動画で示してますけど、実際どういうところが深くなってるとか、サスの形態がどうかとかですね、こういったものですね。これ福井河川国道事務所にですね、当時いた山本課長がですね、自分で作ってくれたっていう、なかなかすごい課長でして、この方がいてくれたから、これうまくいったんじゃないかなというふうに思います。ここ行っちゃったな。ちょっと待ってください。よいしょ。ここで止めたいんだろう。
止まりますかね。ああ、ちょっと微妙、もうちょっと。福井では道路も管理してましたので、こういった河川の地形データにですね、これは国道8号の福井大橋の、簡単な CAD データをこう載せてるんですけども、ここの橋脚のですね、潜屈具合、そのフーチングのドカブリとかですね、そういったものもこういうものを使って簡単に確認できるようになってきました。山本さん当時ですね、事務所のパソコンではできないということで、家に帰ってきて、家での自分のパソコンでこの作業をしてですね、で必ず月曜日の朝になると事務所長室に来て、こんなのできましたってよく見せてくれてました。彼はその後八千代園児ですね、八千代園児の方にヘッドハンティングされて、今はSIMの普及を務めているといったような状況です。彼がいたから結構できたというところもあります。で、グリーンレーザーなんですけれども、当時はですね、機械は日本では作ってなかったんですけど、その後日本で機械の開発もやってきまして、このグリーンレーザードローンに関しては、ドローンですね。最初冷蔵庫3つ分って言いましたけど、2019年にはですね、こういったドローンについに詰めるですね、グリーンレーザースキャナーというものも、国交省のこの管理、革新的河川管理プロジェクトの中で開発されて、これ世界初なので、グリーンレーザードローンについては日本は世界で最先端の技術レベルになるということができます。はい、ということで、こういった点群データができたことによってですね、いいカー作りがですね、非常に進んだというところがあります。ただ、忘れちゃいけないのは、やっぱりいい川を作るですね、美しい川を作る基本はやっぱり現場でありますし、今はやっぱり3次元データも大事ですけど、いろんなストックっていう意味ですね、やっぱり写真、航空写真、経年的な航空写真を利用するとか、やっぱ既存技術をうまく活用することも大事です。ただやっぱりその3次元データはですね、これまで扱えなかったようなその素のままの川っていうか、そのままの川をですね、3次元で立体的に扱えるというのがとっても魅力的で、私のような河川環境を専門にしているものにとってはですね、もう夢のような技術だということができると思います。ということで、点群はですね、川作りの最高の友であるというふうに思います。さて、調査、設計、施工とあるんですが、調査は先ほどのグリーンレーザーでかなりできるようになってきましたよと、測量ですね、できるようになってきましたということです。施工に関しては、アイコンストラクションということで、私が福井で事務所長やってた平成28年ぐらいからですね、急激に現場でも活用できるようになってきて、3次元のデータを入れれば、その形の通りに施工できるという時代がやってきました。ところがですね、設計ですね、やっぱり当時まだ私が事務所長してた頃は、その頃はメインは UAV でしたけど、 UAV で撮った3次元のデータをわざわざ2次元に戻してですね、設計して、で建設会社の方で改めて3次元化するっていう、非常に非効率なですね、ことをやってました。当時福井SIM勉強会ということで、建設会社とか福井の地元のコンサルさんとかですね、いろんなことを議論してたんですけど、よく世話になった道端組さんとかですね、その辺とかにも何とかしてくれという話をですね、よく言われておりましたので、3次元がですね、結構課題だということを当時感じてました。理想的にはですね、測量は原地盤地形ということで、こんな精密な地形が取れますし、施工も ICT 建設機械がありますので、3次元で施工できるということで、やっぱりこの間ですね、この3次元で3次元のまま設計して、この ICT 研機に渡すというですね、どうもやっぱり課題は3次元設計にあるなという思いを持ったまま、福井の事務所を後にしたということです。それでその後2018年に土木研究所に行きまして、その3次元設計を何とかしたいという思いもあってですね、熊本大学の小林先生なんかにも世話になりながら、河川SIM標準化検討小委員会というものを作りました。この中では、その調査、設計、施工管理というですね、河川管理のプロセスに合った標準をですね、提案しようということを目的に、令和元年度、2年度でやりました。で、これはJASICのですね、研究助成をもらってやった研究会なんですけれども、土木研究所、で先ほどの福井のですね、SIM勉強会、で、今日、事務局やっていただいてます、九州の技術事務所、あるいは九州地政の SIM 導入検討会もですね、メンバーに入ってもらって、でさらにその日本のですね、こういった河川SIMをリードする技術者ということで、先ほどの山本さんとか、今日も発表される多分これ佐藤さんだと思うんですけど、方とか、あとオブザーバーでですね、本省国総研にも入っていただいて、こう行政のあるとも齟齬が出ないようにですね、やったという経緯がございます。
で、この中では、まあ、調査、設計、施工、維持管理という、まあ、この流れの標準を提案しようということであったんですが、まあ、先ほど特にやっぱり設計に課題があるということで、ここに重点を置いて検討を行ったというのが実態です。で、設計についてはですね、大きく2つというか、設計といってもですね、地形を、3次元の地形を編集するということと、まあ、その設計を評価するというところがあります。で、地形編集については、今日のメインであるゲームエンジンと、推理計算ソフトのアイリック、あと、まあ、3D CAD ですね。そういったものを使ったものを検討しましたし、評価としては、まあ、推理とのアイリックとかの推理計算とか、あと、河川環境を評価する方法。まあ、あと、ゲームエンジンが中心になりますが、デザインを評価するような方法も検討したという状況です。で、この検討小委員会ではですね、この調査設計施工維持管理ということで大きく2つですかね。1つはこのデータのやり取りですね。この調査から設計施工維持管理にデータがうまく流れるように、このデータフォーマットをある程度決めてあげようというか、提案しようということで、委員会の中で、まあ、ここに、まあ、詳細ちょっと後でまた説明があるかと思いますが、やりましたと、決めたということですね。で、地形編集ということで、まあ、先ほどの3つの手法を検討したということがございます。この3つの手法についてですね、簡単に紹介したいというふうに思います。まず最初はアイリックを使って、まあ、ライタークロスセクションというふうになってますけど、まあ、実際これアイリックにも実装されている地形編集の方法で、これは土木研究所を中心に開発いたしました。アイリックっていうのはですね、推理計算をするソフトなので、河川設計をするためのツールとしてはちょっと弱い部分があったんですね。そんで、実際の実務のその稼働設計により使いやすい形にですね、土木研究所の方でいろいろ手を加えました。なので、このアイリックを使う場合はですね、これまで通り、2次元のですね、横断とかをいじる形で設計していくんですけども、まあ、それをやると、コンピューターの中で勝手に3次元になっているといったようなのがアイリックのやり方です。まあ、この場合は、アイリックで地形編集するので、その後は推理計算ですね、過小変動計算とか、まあ、そういったものがシームレスにできるというのが魅力の手法です。二つ目は、まあ、設計としては一番一般的な CAD、三次元 CAD を使った事例ということで、これはその福井の事務所でのですね、湿地創出事業ということで、まあ、治水事業なんですけども、治水事業に合わせてこういった複雑な地形のですね、湿地を作るというのを、三次元設計でやってます。で、ここでですね、画期的なのは、まあ、三次元 CAD の事例ではあるんですが、測量から、設計、施工、あとまあ維持管理まで含めて全部3次元で一気通貫してやった、まあ、日本でも多分初めの例じゃないかなと思うんですけども、それがまあここの大きな特徴というところです。で、ここの実際のプロセスがですね、実際の川作りの上で結構役に立つと思うので、ちょっと詳しく説明します。まず測量ではですね、グリーンレーザーを使って3次元データの地形をまず取得しています。で、それに基づいて、まあ、設計設計素案ですね。先ほどの絵みたいな、そういう素案のイメージモデルを作成しまして、それを用いてですね、この受発注射間で設計協議をやりますと、ああでもない、こうでもないとやります。で、そこでの変更をやってから、まあ、掘削案のイメージモデルというのをまず作ります。で、これをさらに環境面からのチェックという意味で、稼働技術部会といわゆる有識者の委員会にかけて検討してもらいます。実はもうこの頃私も土建に戻ってましたので、私はこの時は土建の河川環境の有識者という立場で、この稼働技術部会の方に参加して、まあ、環境上はこうした方がいいよねっていうような議論に参加しました。で、こういった有識者の意見も受けながら、掘削形状を決定してですね、で、まあ、3次元による設計データを先ほどの3次元 CAD で作りまして、それをこの建設会社に渡して、まあ、やるそのマシンコントロールの建設機械で施工するといったような手順になります。これは3次元 CAD で作ったようなですね、設計図面ですね。実はこういった曲線を含むようなですね、複雑な地形というのは、まあ、3次元 CAD はちょっとやりづらいですね。頑張ってやってもらったんでできたんですけれども、実際結構こういった曲線を作るのは CAD はあまり得意ではないというところもあるかと思います。で、ここはまあ全部一気通貫でできたというのが特徴なんですが、まず測量でですね、3次元で計測して、実際設計の段階でこの3次元の設計したものをまあ当てはめてというか、まあ、こういう形で設計して、
で、実際現地でそれを施工した後、実際の出来方をですね、新しい図面にはめる必要があります。で、新たにこうできた地形はですね、もう一度陸上部は UAV で、で水中部はその先ほどのグリーンレーザーで測ればいいと思うかもしれないですが、やっぱりグリーンレーザー1回飛ばすとうん百万かかりますので、なかなか1個の現場のためにグリーンレーザーを飛ばすというのは現実的じゃないですね。でまあ、グリーンレーザードローンならできるんかもしれないですけど、グリーンレーザードローンまだまだそんな普及してないタイミングでしたので、この時は実はですね、ユンボバック砲の刃先の位置を押さえて、まあ、その、建設機械で、まあ、ある意味測量した形で、この、新たにできた地形というのを、モデルを作ったということです。で、これを新たなその点元のデータに置き換えればですね、まあ、これがいわゆるその、新しい、まあ、ベースマップ、維持管理するための維持管理の図面になるということで、もう一巡したということですね。まあ、ここが結構画期的な事例かというふうに思います。で3つ目はゲームエンジンですね。まあ、これは今日説明しますので、皆さん後からどん丁寧に説明されますので、簡単にいきます。まあ、プレイステーションなんかでも使われているものですね。最近は建設分野での利用が多いということで、まあ、こういった自然な形状を作ったりですね、あとまあいろんな護岸とか当てはめたり、まあ、景観検討にも使えるということで、まあ、いわばデジタルツインですよね。デジタルツインによって、その周辺景観、さっきのセシウムなんかも合わせると、周辺景観とも合わせてできるので、いわゆるそのデジタルツイン上でいろんなですね、こういった景観の検討というものが可能になったというのが大きいかと思います。また、ゲームエンジン VR も使えますので、そこの中に入り込むということができますので、例えば九州地政と、例えば僕が東京に行ったらですね、東京にいる僕が同じ空間に入って、その設計について議論するということができます。もちろん国外であっても当然できるというのが特徴かなと思います。で当時、小委員会でやったもう一つのものはですね、やっぱりゲームエンジンは基本的にゲームを作るためのソフトなので、建設分野には若干適さないようなフォーマットもありますということで、まあ、編集した地形をですね、建設分野向けに、まあ、吐き出せるように出力できるような、そういった変換とかですね、そういったものも、まあ、小委員会の中で開発して、アイコンストラクションとか、GIS とかでも使いやすいような工夫をですね、その検討の中でやりました。で、まあ、一通りできるようになってきたということで、三次元川づくりのですね、治水環境維持管理を踏まえた、まあ、稼働設計の新しいプロセスというものも提案できるようになってきました。まあ、これどっちかというと中小河川の、災害復旧のイメージですけれども、まあ、災害起こった後にですね、調査測量して、まあ、地形を横断、縦断決めてですね、で、まあ、一次元不当流計算して、で、まあ、流化能力をチェックしてですね、まあ、それが OK だということになったら、まあ、どっちかというと最後に環境を配慮して、こういうダメでいきましょうという設計モデルを完成というパターンが多かったと思うんですが、3次元のデータを使えるようになってくるとですね、2次元で推理計算したり、あるいは過小変動計算したり、あるいはその河川環境の評価ですね、まあ、ここで瀬戸縁の分布なんかも見てますけども、まあ、こういったチェックも一気に流化能力だったり、過小変動だったり、まあ、河川環境、こういったものを一気にですね、チェックできるような時代になってきて、まあ治水環境維持管理上も OK なですね、まあ、三位一体となった稼働設計が、まあ、現実的にできる道具立てが揃ってきたという時代です。河川環境についてはですね、まあ、ちょっと土木研究所時代の若干宣伝になってます、なりますけども、河川環境評価ツールということで、エバートリッププロっていうものがですね、2021年の4月に、開発して公開されています。これは、iRig上で動く河川環境評価ソフトでですね、3次元のデータを使って、セフチの分布とかをこう簡単に評価したりですね、施工前と施工後でこれがあんまり変わらなってないかとか、うまく改善できてるかとかいうことをチェックできます。で3次元データから、まあ、高度な治水とか環境評価もシームレスにですね、治水と環境同時にできると。まあ、さっきの図面じゃないですけど、同時にできるという特徴もあります。まあ、あとちょっとした工夫としては、この時にですね、Python 言語化したんですね。で皆さんご存知のように Python って今世界中で活用されてて、AI とか機械学習のライブラリもたくさんあるということで、このソフトを使えばですね、いろんな他の Python で書かれたライブラリと組み合わせて、推理計算したり、生物の生息的地モデルをですね、やったりとかっていうことで、あとまあ世界中の頭脳を使えるっていうことですね。世界中の頭脳、世界の技術者がこの開発に関われるっていうのはですね、開発環境を整えたというのが特徴です。
で、これができてきた。で、まあ、小委員会がですね、R2 で終わってですね、R3 年はですね、これは非常に面白いということで、国土交通本省の方もぜひ前に進めたいということでですね、直轄河川でいくつか施行しようということで、R3 年度は、いくつかの直轄河川で施行しました。で、これはですね、三重河川国道事務所の雲津川のですね、三重河川国道事務所っていうのはですね、先進的な事務所でして、福井の後からどんどん測量しだしまして、管内4河川ぐらいあるのかな、4河川のすべての管内すべての河川の3次元データを一番最初に作った河川事務所ですね。まあ、そういうバックグラウンドもあるんですが、で、雲津川のですね、いろんなその稼働計画についてですね、先ほど言ったようなその過小変動がどうなるかとか、新しい稼働でその今の稼働に比べてどうなっているか、あるいはセフチの分布がどうなっているか、アユの産卵部はどうなっているかとかですね、あとこの植生の流出っていうのはどっちかというと維持管理の観点ですね、そういったものの評価からできるということです。なので例えばセフチで見ると、うん、この辺でどうも背がわずかに増えそうだし、まあ、悪くないねとかですね、まあ、アユの産卵場もまあわずかだけど増えそうだと、まあ、減ることはどうもなさそうだというようなですねことが評価できたり、あるいはまあここでは結構流出が増えそうだなということなので、まあ、植生が流出するということは樹林化しないというような評価になりますので、まあ、維持管理上は比較的苦労しなさそうだなといったようなですね、まあ、治水と環境と維持管理、この3つをまあ評価するようなですね、取り組みが今各地で今試行的に直轄河川でも進められているといったような状況になっています。で、現状最後、まあ、今施工まで来ましたが、維持管理の部分ですね、まあ、3次元データを使って、まあ、いろんなことができるようになってきましたということで、例えばこれまでできなかったような、これは三重河川国道事務所がですね、台風前後で平成29年の10月に取って、その後台風が来て11月にもう一回取ってるんですが、まあ、20日後ぐらいですね、3次元な、まあ、3次元データなんで当たり前なんですけど、足し算引き算すればですね、簡単に、その地形変化が分かります。これはこの部分堆積してますよねとかですね、この部分エラー掘れてるなと、まあ、差分すれば、まあ、どこが堆積したどこが侵食したかというのがですね、もう一目瞭然に分かるという、まあ、これまでなかなかこれできなく、これを測量でやろう、従来のですね測量でやろうと思うとめちゃくちゃ大変なんですけども、こういったことは簡単にできるとですね。で、植生管理もかなり丁寧にできるということで、樹木資源量の推定なんかもできるということですね。結構植生の管理っていうのは大変なんですけれども、これは土建の、溝口さんですね、溝口研究員が、まあ、浜田河川国道事務所と連携してやった例ですけれども、樹木の伐採量だとか処理コストの概算ですとかですね、あと最近だと公募伐採どのぐらいバイオマスが出るかとか、あるいはそのバイオマス発電所に結構木を渡したりする場合もあるんですが、その時にどのぐらいの資源量が見込めれるかとかいったことも概算できると。あと治水上はですね、硫化阻害の影響ということで、まあ、こういった樹木がどのぐらい影響しそうかといったようなこともですね、まあ、いろんな検討ができるようになってきたということですね。あと、まあ、植生の自動判読なんてこともかなりできるようになりつつあります。はい、で、維持管理という意味ではですね、3次元データを使ったベースにした3次元管内図ということがですね、今各地で取り組まれています。まあ、いわば川のデジタルツインを作るということですね。で、この中で一番進んでいるのは荒川河川下流事務所ですね。ここに映っても早川事務所長がですね、先頭になって進めている事例ですけれども、荒川の3次元河川管内図っていうのは、ね、もうネットで公開されてますし、地形データ等もですね、GIS データもどんどんオープンデータでデータに、公開されています。そうですね、ポータルサイトもできてます。あと荒川 DX 勉強会、私もメンバーに入ってるんですけども、こういったものをですね、やってどんどん進めているといったような状況で、まあ、3次元管内図についてはですね、この荒川河川下流事務所の例がですね、大いに参考になるのではないかなというふうに思います。次はですね、ちょっと今日は直轄の話も中小河川の話、地方の話というかですね、そこの話もちょっとしたいと思います。三次元川づくりはですね、実は中小河川におけるですね、技術の地産地消を推進するというふうに考えております。結構難しかった技術的なことがですね、どんどん地方に降りていく
ようになるというふうに予測しています。簡単に言いますと、今稼働地形はもうドローンで測れますし、もっと言うと今 iPhone、 新しい iPhone だと iPhone で3次元地形測れますよね。ということで、九州地政がですね、まさに開発してスマートフォンで、3次元データというのは、まさに九州地政の成果ですけども、こんなこともできるので、測量ほぼ金かからないということです。そして先ほど言った地形編集もですね、アイリックも無料ソフトですし、今日紹介されるゲームエンジンもフリーソフトということで、そういったものでどんどんできるようになってきましたねと。で、設計もアイリックとか使うと水利計算ですとか河川環境評価もできますということですし、生物調査、これ生物の方もですね、ちょっと全然話変わっちゃいますけども、環境 DNA っていうですね、水すくっただけでそこにいる生物が分かるっていうような方法がもう今普通になってきましたので、今これ1検体1万円とか8000円とかするんですが、DNA 関係ですね、オーダー単位でコスト下がってくるので、将来的にはもしかしたら数百円とかですね、そういった形で生物調査ができる時代がやってくるかもしれませんということで、今実際に市民だとか企業が流域で生物を調査するといったようなことも起こっています。ということで、地方でこれからですね、川づくりの高度化とコストの縮減が両立して起こってくるということで、それは何をが起こるかというと、技術が地産地消される時代になってくるということかと思います。で、にぎわいとかですね、今ウェルビーイングとかグリーンフラとかいうこともありますので、にぎわいとか健康もですね、3次元でいろいろ検討していく時代になっていくんじゃないかなと思います。というのは、3次元データがあることによっていろんな景観設計とか、先ほど所長の方からもですね、山国川の事例がありましたけども、いろんな合意形成に使えるということで、そういった3次元のデータを使ってにぎわい創出とかですね、そういったデザインも進むんじゃないかなと思います。ちょっと最後余談ですけども、多様なファイナンスも検討するということで、今、資金調達もですね、ESG とか、SIB、PFS、あるいはコミュニティ財団みたいなですね、新しいその、多様な資源調達の方法ができてますので、こういったものを使って、地方でですね、高度な川づくりが今後進んでいくんじゃないかなというふうに思います。3次元データ、結構オープンになってますので、ちょっと使ってみたいと思う方はですね、福井だとか中川とか荒川下流データオープンになってますので、ぜひここ1枚取るか、手元多分資料ダウンロードできると思うので、この QR コード見ると、それぞれサイズ飛びますので、あと県でいうと静岡ですね、静岡がオープンデータしてます。あと今日話題の中心の河川シム標準化検討小委員会のですね、報告書もダウンロードできますので、またご覧いただければと思います。はい。だいぶ時間迫ってきましたが、最後、今後の展望ということでですね、今後考えれるようないくつかのことを、若干妄想も含めて話したいと思います。まず、調査に関しましては、グリーンレーザーのですね、高度利用、あるいは人工衛星の利用というのが今後進むというふうに考えます。グリーンレーザー、ALB の高度利用に関しましては、先ほど説明したような植生の管理ですね、特に今後流域治水の関係で河川の計算がだんだん不定流になっていくというふうに想定されます。そうすると、粗度をどう評価するかっていうのが非常に重要ですし、あと環境のことを考えると、河道内の樹木をどう伐採するかっていうことと、どう残すかということも大事になってきますし、あと河道内の樹木、非常に重要なバイオマスなので、エネルギーっていうことから考えると、バイオマス評価みたいなのも大事になってきます。あとですね、グリーンレーザーって結構いろんな波長で、測ってて、その波長ごとの反射率っていうのを分析すると、もうちょっといろんなことが実は分かるんですね。で、海外ではその波長ごとの反射率を分析して、過小材料の流形区分、流形までは分かんないんですけど、ここは泥だとか、ここは細かい砂だとか、ここは粗い砂だとかいった、過小材料の区分ぐらいの評価はもうできるようになってきてます。ちょっと日本の ALB なかなかこれうまくいかないみたいなんですけど、海外ではもうこういった研究事例も出だしたということで、ALB を使って水深と過小材料を理解するということも今後できる可能性がありますというか、一部はできています。で、人工衛星ですね。で、人工衛星につきましては、結局グリーンレーザーもですね、多分今の感じでいくと5年に1回の定期縦横断でしか使わな測らないので、5年に1回だと、その植生の把握にはちょっと長すぎるんですね。だからやっぱ短期的な樹木管理ということで、半年とか1年ごとでいいと思うんですけど、そういったもので人工衛星のデータなんかを使って植生を抑えるっていう意味で使えますし、あとサテライトディライブドバスシーメトリーですね、ALB の衛星版ですけども、SDB っていう技術もあります。で、現状ではですね、これは光学光の方を使ったデータになっているんですけども、もしかすると将来レーザーを使ったような、もう宇宙から直接 ALB 的に、推進を図るっていう技術も出てくるかもしれません。まだあまりないと思います。
で、人工衛星はですね、流域治水時代において、やっぱりその ALB は稼働内は測るんですけど、やっぱり流域の管理にやっぱり人工衛星、非常に強みがあるので、まあ、こういったものがどんどん使われてくるだろうなという気がします。あと UAV 技術ですね。UAV は、まあ、グリーンレーザー UAV ですね。これがどんどん高度化してきて低コスト化してくるだろうということと、まあ、長時間飛行 UAV ですね。あと着目しているのは、まあ、ドローン宅配が今後増えると思うんですが、ドローン宅配はおそらく稼働を使うことが増えてくると思います。なので、ドローン宅配のドローンを使って河川の状態を管理するという維持管理への活用というのは多分新たなビジネスとして出てくると想定されます。次は自動設計ですね。あの、川の自動設計、今、自動設計が各分野、機械だとか建設の分野、建築の分野とかですね、かなり進んできています。まあ、あの、一部ではこの、砂防ダムの一義目をですね、あの、シビル 3D のジェネレーティブデザインを使ってやったりとか、まあ、Google の兄弟会社なんかもやるということで、まあ、4万周のですね、設計をやって、まあ、そのうち24周をピックアップして、まあ、その中から選ぶという形ですね。なので、まあ、これまで数例しかデザインしなかったものを、まあ、少なくとも例えば数十例デザインして、まあ、最終的には多分人間の専門家が見て、あ、このデザインがいいねっていうのを決めていくと思うんですけども、まあ、治水とか環境とかですね、維持管理の観点から境界条件を決めて自動設計させて、まあ、プロが選ぶっていうような感じになると思います。実際の一例としてですね、オートデスク社さんが公開して、出している動画を少し紹介したいと思いますが、これは駐車場の地形を自動設計している例ですね。あの、こう地形からこういった、まあ、地形を切り出すというのは結構大変な作業だったんですけれども、あの、こういうな条件を与える、こういう形で、あの、平地を作ってくれっていうと、まあ、自動で AI がですね、こういう平野、あの、平地を作ってくれます、まあ、グレーディングしてくれるんですね。こういった技術が今どんどんできてきています。まあ、人間でやったらえらい大変なやつをですね、短時間でできるということです。これは、あの、道路の切り盛りの例ですね。これももう非常にかかっているものですね。まあ、こういった形で自動でですね、こう形を力学的にですね、満たすような条件に、合うようなですね、設計を自動でやってくれるといったようなことがもうできる時代になってきたということです。まあ、そういった自動設計と、あともう一つは、そのためのそのためじゃないですね。それとは別に河川の場合重要なのは計算のですね、高度化高速化ということも大事になってきます。これはプリファードネットワークスっていうAI の、ユニコーン企業としてですね、日本でも有数の企業ですけれども、これは科学計算の例ですが、科学計算を3日を30分にしたということで、まあ、これまで物理モデルでやっていた計算を、まあ、AI を、まあ、いろんな計算例をですね、AI に覚えさせるというか、まあ、食べさせて、まあ、AI 的に全然違う方向で解くということで、圧倒的に時間を短縮することができます。なので、これがもう科学計算で材料でできるので、過小変動計算とかですね、河川の計算も AI をうまく活用すればですね、劇的に速くなる可能性があります。こういった技術を使うと、リアルタイム河川デザインというのが多分できるようになってきて、合意形成もですね、新たな方向に向かっていくんだと思います。例えば住民説明会をしていて、住民の意見を聞いてですね、もうその場で芸名人とか使ってデザインを変えて、でそれをその場でもう計算チェックしてですね、さっきみたいに高速化でチェックして、で、まあ大体水量も環境上も OK だってなれば、じゃあこんな感じでどうでしょうっていうのじゃあ OK っていう形で合意形成できるということで、まあリアルタイム河川デザインみたいなこともですね、今後考えれるのかなと思います。次、施工ですね。自動施工計測っていうことで、今後どんどんですね、建設機械も自動化あるいはリモート化ということが起こってくると思います。オペレーターのリモートワーク化ということもできるので、もうちょっと現場は辛いという熟練のエンジニア、操作する方とかですね、あるいは女性の方なんかも、まあ、子育てのちょっと横で、ちょっと現場、仕事するとかですね、そんなことも多分できるようになってくるし、自動施工になってくると24時間機械稼働しますので、ちょっといろんな常識が変わってくるかなと思います。で先ほど福井の例でもありましたけども、施工と同時に計測するっていう、自動運転の車がやってるようなことをですね、建設機械もやり出すので、まあ、自動と施工と同時に計測して3次元管内図に取り込むといったことが多分できてきます。で、AI、IT の分野はですね、日本は結構弱いって言われてたんですけど、これ機械の分野になってくると結構日本強いし、まあ人口減少、技術者不足っていう、まあ、社会的なプレッシャーもありますので、結構この分野は日本の強みに今後なるというふうに想定されます。最後、必要なのはですね、思考の仕組みの DX っていうことで、
3次元管内図みたいなですね、新しい河川管理の方法が出てくるので、仕組み自体を新たに構築しなきゃいけないということですね。なので、技術的なことだけじゃなくて、こういった新しい仕組みにですね、合わない制度っていうものを変えていく必要があります。これは主には役所の仕事かもしれないですが、民間の方から今の仕組みこう合わないと変えてくれっていう、やっぱり役所側にプレッシャーかけていくということも大事だと思います。しばらくは移行期なんで、チャレンジを恐れずにですね、やっていくということも必要かと思います。この辺に関してはですね、この未来を実装するという非常に興味深い本があるんですけれども、この本、もし興味がある方はですね、ぜひ一度読まれると、技術を社会実装する上でのポイントって何かということをよくわかると思います。最後ちょっと妄想的な話です。MR 的メタバースによる自然再生ということですけれども、これは映画のコングレス未来学会議っていう映画なんですけれども、未来の社会でですね、結構やっぱり格差社会、今よりもどんどん格差社会が進んできて、結構、貧しい方々はですね、ある種の化学薬品を飲んで、そのメタバースの世界で生きてるっていうのがこのコングレス未来学会議です。バーチャルなメタバースの世界ではなりたい姿になっているんですけども、実際の現実はかなりこう貧しい状態のまんまといったようなですね、結構ちょっとディストピア的な映画なんですけれども、例えば場合によっては妄想的に考えるとですね、見える世界だけ自然再生する、SF 的な自然再生も出てくるかもということですね。これは実際の写真ですけども、例えばあるメガネをかけるとこういうふうに風景見えてるんですけれども、実際現場にメガネを外すと、例えば実際はこの非常に貧弱な景観のままだとかですね。そういったもしかしたら怖いような場合も出てくるかもしれませんということですね。でも逆に現実がこうだとしたら、メタバースとかゲームエンジン使ってこういうデザインしたいよねっていうことで、メタバース上でいろんなデザインが発生してきてですね、このメタバースデザイナーからリアルの河川デザイナーが出てくるということも、いい話としては出てくるんじゃないかなというふうに期待しています。最後まとめます。グリーンレーザーですね、社会実装によって3次元川づくりの具体化というのを大きく進展きましたしてきました。で、河川支部における3次元設計ツールができてきたんですけども、設計手法の構築というのは道半ばかなという感じです。で、この河川管内図を軸としたですね、新しい河川マネジメントの構築、やっぱ仕組みの DX っていうのが今後多分大事に、技術以上にですね、大事になってくるかなと思います。今は移行期ですので、ぜひチャレンジを恐れずにですね、いろんなことに、チャレンジしてほしいというふうに思います。で、最後言いたいのはやっぱりこの建設業界はですね、今とっても面白い時代に突入してきたと思いますので、このチャンスをうまく生かしてですね、新しい時代を切り開いていっていただければというふうに思います。私の方からは以上です。すみません、ちょっと超過しました。以上です。はい、中村さんは非常に興味深いお話ありがとうございました。それでは続きまして、2つ目の講演を進めてまいりたいと思います。ちょっと準備しますので少々お待ちください。大丈夫。はい、それではですね、2つ目の講演ということで、次はゲームエンジンについてノンゲーム分野での活用事例ということで、エピックゲームジャパンの杉山様よりご講演をお願いしたいと思ってございます。杉山様におかれましてはこれまで CG プロダクションソフトメーカーなどを経られまして、2018年5月にエピックゲームジャパンゲームズジャパンに入社され、エンタープライズ分野ノンゲーム分野でのセールスとしてご活躍されていらっしゃいます。それでは杉山様どうぞよろしくお願いいたします。今スライド見えてますでしょうか。はい、こちら見えております。はい、ちょっと待ってください。はい、ちょっと待ちください。はい、では早速始めたいと思います。はい、皆さんこんにちは。エピックゲームズジャパンで、ノンゲーム分野を担当している杉山と申します。本日はですね、ゲームエンジンについてということで、ゲーム開発というよりは、それ以外ですね、ノンゲーム分野、様々な分野があるんですけれども、そちらでの活用事例を、なるべく多くご紹介したいと思っています。皆様のお仕事にですね、少しでも、ヒントになるような、講演になればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
私ですけれども、先ほどご紹介いただきましたが、エピケムズジャパンで農業分野ですね、建築、自動車、映像制作などの分野を担当しております。ですね、では、ちょっと今日の、お題ですね。我々エピックについて、あとはアンリアルエンジンについての概要、農業分野の活用事例、最後にアンリアルエンジン最新バージョンについてご紹介したいと思っております。まずエピックですね、簡単にご紹介いたしますが、本社ですね、北米のですね、ノースカロライナ、東海岸に本社がありまして、今、ワールドワイドで50以上ですね、オフィスを構えております。従業員も現在3000人以上というふうに、人がですね、結構増えてきております。で我々の、ビジネスですね、非常に大雑把な、言い方になりますけれども、大きくは2つに分けることができまして、一つはですね、画面の左側になりますが、フォートナイトを代表とするゲーム開発とパブリッシング、これを一つの柱として行っております。そして、二つ目ですね、ライセンシングと、書いてありますけれども、ゲーム開発会社さん、あとはゲームの、様々なコンテンツを作られている、会社、個人の方ですね、にアンリアルエンジンをライセンシングしております。エピックのミッションですね。我々ですね、魅力的なリアルタイムの 3D コンテンツですとか、あと体験ですね。こういったものを作成して共有できるような、そういった環境を我々の方でご用意していきたいと思っております。具体的にはですね、今日ご紹介するアンリアルエンジンですとか、アンリアルエンジンをベースにしたその他のソフトウェア、また、モデルのライブラリーといったものがあったりします。はい、でですね、その中のいくつかご紹介したいと思いますけれども、まずですね、クイックセルのメガスキャンズですね。2019年の11月に、クイックセルという会社がですね、ビッグファミリーに、加わりました。で、アンリアルエンジンとトゥインモーションでですね、使っていただく場合には、メガスキャンズという、これはライブラリーデータなんですけれども、これをですね、無料でお使いいただくことができます。メガスキャンズというのはですね、フォトスキャンベースですね、写真などを撮って、そのスキャンデータをもとに作られた 3D のデータだったり、テクスチャー、マテリアルになります。で、現在1万6000を超えるアセットが用意されていまして、アンリアルエンジンのユーザーの方ですね、自由に無料でお使いいただくことができます。動画見ていただいて分かるようにですね、アンリアルエンジンに読み込んだセットを、レゴのようにですね、組み立てて配置して使うこともできます。もちろん、取り込んだデータですね、形状を、ご自身で変更することもできます。続きまして、リアリティキャプチャーを簡単にご紹介したいと思います。リアリティキャプチャーはですね、もしかしたら、ですね、測量等でですね、お使いになられている方いらっしゃるかもしれませんけれども、こちらも、昨年、エピックファミリーに加わりました。クイックセルのメガスキャンのライブラリー制作にも、この技術使われているんですけれども、写真、動画、あとは、ライダーデータですね、天群データ、そういった、あと、ドローンで撮影したデータ、そういったものを入力して、メッシュ、天群データを出力することができます。これも今、エピックから提供しております。はい。それでは、アンリアルエンジンについてですね、ご紹介したいと思います。本日の午後の、ハンズオンで、使っていただくアンリアルエンジンというゲームエンジンですね、こちらの概要についてご紹介したいと思います。一般的にゲームエンジンというものですね、ゲーム開発に、利用できる機能をまとめたソフトウェアになってまして、例えば、物体を配置して、マップを作ったりですね。あとはキャラクターを動かす仕組みを設定したり、ゲームに必要な要素を取り込んで、最終的に対象のプラットフォームですね。それがプレイステーションだったり、Nintendo Switch とか PC とか、いろんなプラットフォームがありますけれども、そのプラットフォーム向けに実行形式ですね。これを出力できるような、そういったソフトウェアになります。で、Unreal Engine で作ったデータですね。もともとゲームエンジンでゲームを作るってことはできるんですけれども、それ以外に静止画、動画、
ですね。あと、今日も後半でご紹介しますが、バーチャルプロダクション。あとは、インタラクティブな PC のコンテンツだったり、また、VR で表示する機能、また、AR とか、HoloLens2 といった、その、ミックストリアリティですね、MR の、に対応した、出力ということもできるようになっております。で私が担当しているノンゲームの分野、ここに含まれておりますが、建築、自動車、映画、テレビ、シミュレーション、あと最近のドライブイベント、ファッション業界とかですね、さまざまな分野でアリアルエンジンをご利用いただいております。ではここでですね、アリアルエンジンで作られた作品の映像をご覧いただきたいと思います。これ、お問い合わせ非常に多くいただくんですけれども、ゲームエンジンということでですね、ロイヤリティを心配される方もいらっしゃるかと思いますけれども、アリアルエンジン製のアプリケーションを、不特定多数に、ね、販売するといった、まあ、いわゆるゲームの販売といった場合にはロイヤリティの対象になるんですけれども、それ以外にですね、クライアント向けのコンテンツの開発ですとか、社内のでの利用だったりですね、あと静止画、動画といったコンテンツですね。こういったものは商用利用もできますし、ロイヤリティも発生せず、無料でお使いいただくことができます。はい、では、本日の主題であります、ノンゲーム分野での活用事例についてご紹介していきたいと思います。本日は、AEC 分野、自動車分野、シミュレーション分野、映像分野での事例をご紹介したいと思います。まず、AEC 分野ですね。AC 分野においてもですね、リアルタイムレンダリングの導入がかなり進んできています。で、リアルタイムレンダリングを使うことで、試行錯誤、様々な検討ですね、こういったものを速やかに早い段階で行ったりですね、また、プロジェクトに関わっている方々の中でですね、最終的なイメージを早い段階で共有できるといったようなメリットがあるかと思います。今、会社のロゴをここに載せていますけれども、ここに挙げているような大手設計事務所さんですね、を中心にアリアルエンジンを活用いただいております。でここでは、一例としてですね、ビムの、ライフサイクルでのビジュアライゼーションということでピックアップしておりますけれども、様々なフェーズでアリアルエンジンですね、活用いただいておりまして、今日はいくつかの、事例ですね、この中でご紹介していきたいと思っております。でエピックではですね、AC 分野向けに2つのソリューションを提供しています。1つはトゥインモーション。これは、アリアルエンジンベースの、非常に簡単な操作でですね、ビジュアライゼーションが行えるソフトウェアなんですけれども、トゥインモーションというもの。あとは、アリアルエンジンですね。この2つを提供しております。でトゥインモーションですね、今日はあまり深くご紹介してないんですけども、簡単にご紹介している動画ありますので、そちらをご覧ください。
トゥインモーションとアンリアルエンジンの連携について簡単にご紹介したいと思いますけれども、トゥインモーション、あとアンリアルエンジンですね、こちらも、BIM ソフト、アーキャド、スケッチアップ等ですね、まあ、割と建築系の、CAD がここに挙げられていますけれども、そういったソフトウェアからのですね、データのインポーターが標準で装備されています。で、トゥインモーションという、今見ていただいたソフトウェアで作ったデータですね、これも、地形とかですね、植生とかそういったものを、アンリアルエンジン側に取り込んで、で、アンリアルエンジンで、さらにインタラクティブなコンテンツを作るといったようなワークフローを組むことができます。それでは、アンリアルエンジンの活用事例ですね、に進んでいきたいと思います。AEC 分野での代表的な使われ方としましては、建築物、道路とかですね、そういった構造物を、まあ、映像化するといった使い方、非常によく多いかと思います。で、ここで見ていただいているものですね、これは、イギリスのある都市に作るバイパスの道路ですね、この計画を、説明するためのフライスルー動画ですね、になります。で、従来の、オフラインレンダリングという、まあ、他の CG ソフトですね、レンダリングする場合ですと非常に、一コマ一コマ、時間がかかるんですけれども、アンリアルエンジン、まあ、GPU をフル活用して非常に高速に、高品質な、映像ですね、書き出すことができますので、非常に修正への対応が、柔軟にできて、まあ、円滑にですね、プロジェクトを進めることができたということです。で、続きまして、長年アンリアルエンジンを使っていただいている、大手、建築設計事務所の、フォスター&パートナーズさんの事例になります。で、こちらの、設計事務所ではですね、プロジェクト関係者に、1分の1スケールで実際に、現場を歩いてもらって、新しく建つビルですね、これを、VR で、体験、まあ、見ていただくような、システムですね。これを開発しております。映像を見ていただくと、分かりますけれども、バックパック PC ですね、背中に、小型の PC を背負ってまして、そこにですね、ディスプレイをつけています。そうしますと、ヘッドマットをつけてない周りの方もですね、実際にですね、同じような、まあ、どういったふうに表示されているかというのを確認できるようになってまして、またですね、タブレットの AR 機能を使って確認できるようにもしていました。で、これを体験したユーザーからの反応は非常にポジティブだったということでですね、設計者の方とクライアントのコミュニケーションですね、に非常に役立ったということです。で、続きまして、デジタルツインの事例ですね。デジタルツインも、いろいろなプロジェクトで使われているんですけども、ここでは、ニュージーランドの、ウェリントンですね。これのデジタルツインの事例になります。で、3D の都市のデータですね。これは GIS ですとか、BIM データですね、それを使って構築しています。で、ウェリントンの、市議会から提供される IoT データですね。これを組み合わせて、一般市民の方が体験できる、パブリックなですね、デジタルツインシステムを構築しています。で、今タブレットで触っていたりですね、見ていただいている映像ってすべてリアルタイムで、描画されているものになります。で、自動車とか自転車、駐車場とかバスとかそういった、モードを切り替えてですね、現在どういう状態にあるかとか、過去にさかのぼってどういう活用、量、実際に流通量があったか、なんかを表示させることができるようなシステムになっています。はい、続いて、オープンワールドと書いておりますが、ここでは天群データの、事例になります。で、これは150億点の天群データをアンリアルエンジンに、読み込んでリアルタイムに計算しているテクニカルデモになります。で、0.5 ミリピッチというすごい細かいピッチなのでですね、カメラが近づいても、これが、まあ、天群であるというのは非常にわからないというかですね、あたかもその、ポリゴンデータのように見えるんですけども、まあ、こういったようなですね、表示、まあ、計算ですね、リアルタイムに行うことができます。で、天群データ、特に日本ではですね、今、さまざまな地域で公開されていますので、ぜひですね、機会があったら、リアルエンジンに読み込んでみて、
表示してみていただきたいと思います。続きまして、自動車分野の事例に移りたいと思います。自動車分野ですね、デザインレビューから販売プロモーションまで様々なフェーズで使われておりまして、ここでもロゴを載せておりますけれども、世界中の自動車メーカーさんでですね、アリアルエンジンを活用いただいております。で、自動車分野でのパイプラインですね、これはゲームエンジンの技術を中心に据えたパイプラインとかワークフロー、まあ、データフローですね、データの流れになるんですけれども、さまざまなフェーズでアリアルエンジンが、活用できるようになっております。で、今、ご覧いただいている動画ですね、こちらは BMW さんのですね、XR のチームでの開発事例になります。で、VR ヘッドマウントディスプレイを、用いて、ヘッドマウントディスプレイの前にですね、手前にリープモーションと指先の動きを検知できるセンサーをつけて、まあ、組み合わせて使っているんですけども、こちらでですね、内装の様子とか、そういったものをですね、設計デザインをしている様子になります。で、まあ、VR を使うことで、やっぱり早い段階でチーム内で意思決定ができるということで、非常に開発効率が上がっているというお話です。で、また、アリアルエンジンをですね、外部の装置と組み合わせることでですね、バーチャル、まあ、ドライビングシミュレーターですね、こういったものを構築することもできます。ですので、街中に実際に走行しなくてもですね、まだ、デザインしている途中の車で、走行して、まあ、実際に運転席からどのように、外が見えるかとか、そういったことを検証できるような、仕組みをですね、構築されています。続きまして、コンフィギュレーターの事例ですね。こちらも、今これ、6つの会社の事例が出ているんですけれども、これ以外のメーカーさんでも、コンフィギュレーターですね、アリアルエンジンを採用いただいております。で、今日はですね、こちらはですね、オーストラリアにある、トヨタさんのショールーム300店舗に設置されているコンフィギュレーターですね、タッチパネル式のコンフィギュレーターの事例になります。で、一般の消費者の方が、ショールームを訪れてですね、自分の好きな、車車種を選んだりですね、あとはボディカラー、車の場合いろいろなオプションがあるわけなんですけども、オプションをここで選ぶことができます。で、オプションもただこの中で選ぶだけではなくてですね、それぞれの、オプションの、技術的な説明とかですね、センサーがあったらセンサーがどういうふうに機能するかとか、そういったものをビジュアルで表現するような仕組みになっています。で、コンフィギュレーションが終わると見積もりシステムと連動していて、見積もりをですね、持ち帰ることができるようになっているものになります。で、続きまして、ピクセルストリーミングという、これはアンリアル化で使っている技術に、話が変わるんですけれども、クラウド上にですね、アンリアルエンジンのアプリケーションを、置いてですね、で、エンドユーザーとかユーザーは、手元のブラウザー、インターネットのコネクション接続と、ウェブブラウザーがあればですね、いわゆるリモートでですね、アンリアルエンジンのコンテンツを操作することができます。で、この技術を使って、今、いろいろなですね、コンテンツが、制作されているんですけども、一つの事例としまして、パガーニさんの事例をご紹介したいと思います。で、今ご覧いただいている動画でですね、これすべてリアルタイムで計算されているものでして、ウェブブラウザー経由で、エンドユーザーの方がですね、表示して見られるものです。で、カメラのアングルを変えたり、背景を変えたりですね、ボディカラー、様々なオプションを、この、ウェブブラウザーで、クリックすることで、変更することができます。で、このような、高品質なレンダリングですね。で、アリアルエンジンを使う場合においても、例えばそのユーザーの方の、手元で使っている PC に強力なグラフィックスカードを、載せなければいけないとかですね、そういったことなくですね、あくまでも、クラウド側の GPU を使って、AWS とか、Google クラウドとか、Microsoft Azure とか、といったものが代表的にあるかと思いますが、そういったクラウド上でですね、計算した結果を、インタラクティブですね、
ユーザーの方が受け取ることができる技術になります。はい、続きまして、HMI ですね、ヒューマンマシンインターフェースについてご紹介したいと思います。すでに市販されて、出荷されているものとしまして、GMC のハマー EV ですね、電気自動車。こちらの、メーターの部分とかですね、あとはセンターパネルでもアンリアルエンジンを活用いただいてますし、あとは、リビアンですね。これはアマゾンが出資している、自動車会社ですけれども、こちらでも、アンリアルエンジンを、実際に、HMI の部分でですね、使っていただいております。公道を走っている様子の動画をご覧いただきたいと思いますけれども、ドライバーのディスプレイ、と中央にあるセンターディスプレイですね。この表示にアンリアルエンジンが採用されています。で自立走行モードの時はですね、車両についているその外部センサーと連携して、周囲の状況をリアルタイムに反映させて表示させています。HMI の開発段階ではですね、デザインチームとソフトウェアチーム、両方がですね、アンリアルエンジンの中で、作業を進める、まあ、一緒にですね、進めることができたので、非常に効率よく開発を進めることができたということ を聞いております。はい、でですね、続きまして、シミュレーション分野についてご紹介していきたいと思います。シミュレーション分野はですね、外科手術とか、航空機の操縦ですね、フライトシミュレーターとか、あとは、工事現場で使うような、トレーニングツール、こういったものにも使われております。それではですね、トレーニング、シミュレーションの分野でですね、使われている事例、こちらも、動画がありますのでご覧いただきたいと思います。ではですね、まずですね、工作機械のバーチャルトレーニングの事例をご紹介したいと思います。でこちらは、ヨーロッパの、大手のですね、建設機器をレンタルしている会社の事例になるんですけれども、レンタルする前に、このコンクリートカッターの正しい操作手順をですね、とか、あと取り扱い方法ですね、これを学べる、カッター VR という、VR のヘッドマウントを使って、覚えるんですけども、こういったアプリケーションを提供しています。あとは、粉塵ですね。これが人体に及ぼす影響などを学べる、シリカ VR といった、トレーニングコースも、この、アンリアルエンジンのアプリケーションでですね、提供しております。で、建設現場の、作業所に VR キットを設置できるので、トレーニングのためにどこか別の場所に移動して、時間がかかったりですね、交通費がかかったりとかっていうことが、そういう場合は起きるんですけども、そういうことがなくですね、非常に、効率よく、習得できるといったメリットがあると、伺っております。続きまして、自動運転シミュレーションですね。こちらも非常に今、利用が増えているんですけれども、この自動運転の開発に必要なシミュレーション環境ですね。これを構築する際にアンリアルエンジンが使われていることがですね、いろいろなソフトウェアだったり、いろいろなメーカーさんで増えています。で、従来ですと、天候とかですね、あと時間帯を変えて実際の道路を走行して、様々なデータとか映像をですね、集めていたんですけれども、それを、仮想空間、アンリアルの CG 空間の中で作ることができます。また、今見ていただいているように、自動運転のテストのための映像をですね、環境を作って、これはドライビングシミュレーターになっておりますけれども、こういった、環境構築、ドライビングシミュレーターにも、
アリアルエンジンですね、描画エンジンとして使われてきております。はい、で続きまして、映像分野での事例ですね、ご紹介していきたいと思います。で映像制作もですね、CG アニメーションとか、映画、あとは放送、ライブイベント、様々な分野で使っていただいております。2016年以降でカウントしますと、現在ですね、160以上の映画、デリビシリーズでアンリアルエンジンが活用されています。今日は2つほど事例をご紹介したいと思いますが、まずですね、バーチャルセットですね、グリーンバックで撮影しているものもありますけれども、こちらはアメリカのウェザーチャンネルという、もともと天気予報のチャンネルなんですけれども、自然災害の恐ろしさをですね、視覚的に伝えるためにさまざまなコンテンツを作られています。で、スタジオにキャスターの方と背景だったり、あとは手前に CG をですね、組み合わせて、非常に迫力のある、説得力のある映像を放送されている事例になります。こういった、いわゆる XR 的な表現ですね、アンリアルエンジン、だいぶ放送局さんなんかでもですね、導入が進んできております。で続きまして、インカメラ VFX の事例ですね。インカメラ VFX という言葉はなかなか聞き慣れないものかと思いますけれども、実写用のカメラですね。このカメラのトラッキング、カメラの位置とかレンズとかが変わるんですけれども、それと、アンリアル、リアルタイムのエンジンを同期させて、そのままですね、実写を撮影してしまう手法になります。で、今、見ていただくと分かると思いますが、カメラを動かすと背景の CG もですね、変化しているのが分かると思います。大きく動いているわけではないので、ちょっと微妙な変化かと思いますけれども、この背景の CG がですね、ピタッと止まってますと、非常に活気割り感ですね。活気割りに投影したような、絵になってしまうんですけれども、実際のカメラの、パースですね、レンズデータとかそういった、ものをリアルタイムに取得して、反映させているので、違和感のない背景を作ることができます。で、LED で囲んでますので、ちょっと絵が小さくて申し訳ないんですが、今回ですね、バイクのタンクの部分とかにも映り込んでいるんですけども、天井とか横側面ですね、にも LED のパネルがあって、そこにある、仮想の風景、背景ですね。これが映り込んで、よりリアリティのある空間、映像作りが、できるようになっています。で、VR スカウティングという手法も、ありまして、これ、アンリアルエンジンで標準で用意されているメニューなんですけども、この VR でですね、複数の人が同じ空間に入って、その中でですね、今、例えば撮影監督が、この位置にこの岩を動かしたりとかですね、あと、中でですね、距離の計算をしたりとか、そういったことができるようなツールになっています。こういったツールを簡単に作ることができるようになってますね。で、このインカメラで行けば、リアルタイムにカメラマンが見ている途中でですね、その最中に背景を動かして、もうちょっと右とかもうちょっと左とかですね、そういったこともインタラクティブに、リアルタイムにですね、編集できるような仕組みになっています。で、実際にですね、このインカメラ VFX が使われた事例としまして、ディズニープラスで配信されているスターウォーズのですね、シリーズでですね、実写ドラマ、マンダロリアンというものがあるんですけども、そちらのシーズン1ですね、シーズン1での様子をご覧いただいています。で、このシーズン1ではですね、アリアルエンジンでリアルタイムレンダリングした映像ですね、これを背景にして撮影を行われています。で、この手法を使うことで、非常にリアルなライティング環境、屋内、屋外ですね、ともに、あと乗り物のアクションなんか撮影が可能となっております。で、撮影風景ですね。ここですと高さ 6.4 メートル、直径23メートル、周囲ですね、横の壁の部分は270度囲われたボリュームの中で撮影が行われておりました。
このあたりが撮影風景ですね。で、これは実際に放送されている場面ショットですけども、さまざまな時間帯で使われている様子がわかると思いますし、パッと見ですね、CG の背景というのがわからないような、非常に馴染んだ絵作りが行われています。で、昨年あたりから国内でも、このインカメラ VFX の手法というのが、かなり使われ始めてまして、コマーシャルとかですね、あとミュージックビデオ。で、今年に入ってからはですね、現在放送中の大河ドラマでも同じ手法が使われております。ちょっと時間がなくなってきましたので、急ぎますが、ですね、その他の事例として、ファッション業界の事例をご紹介したいと思います。こちらはフランスの、バレンシアガが、2011年の秋コレクションですね。これを紹介するために制作した、これは、ゲームを作ったんですけれども、ビデオゲームを作ったんですけれども、アフターワールド、で、エイジオブトゥモローというものを作っております。で、ウェブブラウザーからアクセスできるオンラインゲームになってまして、ユーザーはですね、そのゲーム内に入ると自由にその空間を動き回って閲覧することができるようになっています。で、最新のボリュームメトリックキャプチャーの技術を使ってですね、モデルの撮影を行ってゲーム内に登場させたりですね、そういったことも新しい試みとして行っている事例になります。で、ファッションでの、事例というか、そうですね、活用例というのは非常に今、増えてきております。でですね、アンリアルエンジンの、ちょっとまた別の機能ですね。と、ください。すいません。あれ、ごめんなさい。よいしょ。とですね、現在、早期アクセスという、ベータ版の状態なんですけども、クオリティの高いデジタルヒューマンを簡単に制作できる、メタヒューマンクリエイターというものを提供しています。これはウェブブラウザー経由で、さまざまなプリセット、顔とか、体、服とか髪の毛、そういったものを選んで、自分で、カスタマイズできるような、ツールになっているんですけども、バックグラウンドではですね、アイリアルエンジンが使われてまして、ここで作ったデータですね、人物のデータ、アイリアルエンジン用にデータを書き出して、アイリアルエンジンの中でですね、こういった人を、表示させたり動かしたりさせることができるようになっています。こういったツールもですね、3D のコンテンツを皆さんがですね、作りやすくということで開発を行っております。はい。最後になりますが、ですね、先月4月の上旬に、アンリアルエンジンの最新バージョンである、アンリアルエンジン5が正式にリリースされました。でアンリアルエンジン5、様々な特徴があるんですけれども、今日はいくつかですね、主だったところをご紹介したいと思います。まず、ナナイトと呼ばれる、数十億ポリゴンのですね、映画品質クオリティのデータが使える機能になります。フォトグラメトリーとか CAD のデータ、こういった高精細なメッシュデータですね、で、ディテールを保ったまま表示することができます。でカメラが近づけば、このポリゴンという細かい、分割されているものがですね、非常にそのまま細かく表示されますし、カメラから遠ざかると、荒くなるようなことが、自動的に行われます。で今、ルーメンの説明に移っておりますけれども、ルーメンですね。こちらは、リアルタイムにですね、ライティング、あとは形状の変更がですね、行ったときに、直接光ですとか、あとは、物に跳ね返って、表現される間接光ですね。そういった光源の表現ですね。これをリアルタイムに行うことができます。従来ですと、このグローバルイルミネーションといったものとかですね、影の計算、こういったものを事前に焼き付けてとか、事前に計算して用意しておいて、それを使うことでリアルタイムに高速に表示させるということができていたんですけども、そういった事前計算なしにですね、その場で表示することができるような仕組みが導入されています。で、今見ていただいた岩場のデータですね。こういったものも非常にちょっとデータ量が大きいんですけども、無料でダウンロードすることができます。ですね、ちょっとここはちょっと、あとですね、マトリックスという映画がありますけれども、そのマトリックスの世界をモチーフに作った、アンリアルエンジン5ですね、最新技術をふんだんに盛り込んだ技術でもご紹介ですね。
こちらはプレイステーション5とか Xbox シリーズ XS で動作するアプリケーション、誰でも無料でダウンロードできるものを表示しているんですけれども、先ほどの自然物、岩場などの自然物のみならずですね、こういった人工物といいますか、建物とか都市とか、車、人物、そういったものもですね、同様にですね、ハイクオリティな表示でですね、インタラクティブに、リアルタイムに表示することができるようになっています。まあ、それを、証明するデモになります。まあ、こちらもですね、シティサンプルという名前で、無料でダウンロードすることができます。はい。でですね、あと、ナイアガラという、これは流体シミュレーション、まあ、パーティクルという粒子のシミュレーションが行える、システムの名前なんですけども、これを利用してですね、いわゆるフルイドシミュレーション、流体シミュレーションを行うこともできます。これ今リアルタイムに、まあ、球が動いて、その影響を受けてですね、波が起きて、またその、波が折り返している様子がわかるかと思いますが、まあ、エディター上で、動いている様子がわかるかと思います。こういった表現、Unreal Engine 5で行うことができます。またこれも、水が出てくる大元の水源のところですね、これインタラクティブにマウスで動かしていますけれども、こういった、流体表現ですね、アリアルエンジンを使って行うことができます。最後になりますけれども、5月の23日の週ですね、アリアルエンジンにご興味のある方、いらっしゃいましたら、オンラインで、YouTube で、講演を配信するといったイベントを行います。で、アンリアルフェスで検索していただくと、公式サイトに、飛びますので、そちらから、YouTube のチャンネル、見つけていただければと思いますが、ぜひですね、お時間のある方はご覧いただければと思います。はい。すいません。ちょっと駆け足になり、ちょっと押してしまいましたが、以上をもちまして、私のセッションを、終了させていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。はい、動画を交えた非常に興味深いお話、非常にありがとうございました。ここでですね、会場の準備等がございますので、ただいま時間11時21分ほどかとは思いますが、11時25分から次の3番目、午前中最後の講義でございますが、進めさせていただきたいと思います。ウェブ視聴の方、25分から配信始めますので、またよろしくお願いします。なお、会場にいらっしゃる方、トイレと休憩、取りたい方、数分でございますが、25分までにまたお集まりいただければと思います。じゃあ、一旦ここで5分間休憩に入ります。よろしくお願いいたします。はい、それでは時間になりましたので、午前最後の講演ということで、メタバースを用いたカー作りの魅力とポイントと題しまして、山梨大学大月和樹様よりご講演をお願いしたいと思ってございます。大月様におかれましては、九州大学卒業後ですね、同大学にて博士を取得の後、東京理科大学助教、それから土木研究所自然共生センター専門研究員を経て、現在の山梨大学大学院総合研究部工学域土木環境工学系の助教でご活躍されていらっしゃいます。専門分野といたしましては、河川工学、応用生態学、治水と環境の両立、多自然川づくりの技術を通じた持続可能な地域社会の構築に向けた研究を推進されてございます。それでは大月先生、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。私はですね、先ほどご紹介いただきましたように、大学でそれから土建を通じて、多自然川づくりに関わって研究をやってまいりました。先ほどご講演されました、中村さんの元部下というような形で、仕事してましたし、九州大学にいましたときには、島谷幸宏先生のところで、研究をやっていたということで、長年というか、一貫して、この治水、
と環境の両立を目指した、まあ、そういうような分野の中で研究をさせていただいております。で本日は、このメタバースを用いた、まあ、川づくりの魅力とポイントということで、内容的にはですね、先ほど中村さん、それから杉山様の、お話に、まあ、かなり被るところがありますので、少し知りながら、ちょっと私の思いも含めて、お話をさせていただければなというふうに、思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、まずですね、本日の内容ということで、メタバースにデジタルツインというような、新しい言葉がですね、皆さんのところで、話しているような形、ことがあるかと思いますので、少し言葉を定義をした上で、話を進めていきたいなというふうに思います。それからまた自然づくりにおけるメタバース、それから BIM の方向性と課題ということで、まあ、先ほど紹介ございました、JASICでの委員会を通じて議論があったところをもう少し掘り下げてお話をさせていただきたいということ、それから、その委員会の中でも、ありました、河川 BIM の導入と施行についてのお話、それから、その議論を通じての河川デザインのフレームワークについて、で最後にゲームエンジンを使ったケーススタディということでもこういった活用もあるんだよということであったり、その中で見えてきた課題ということについてもお話をさせていただきたいなと思います。まず言葉定義ということで、メタバース、ビーム、デジタルツイン、いろいろ言葉ございます。まずメタバースについては、大まかな、国で言えば、これですね、仮想世界ということになるわけです。で、あらゆる活動を行う、その中で仮想的に行うことができる、共有の 3D の仮想世界のことということになりますので、このメタバースのことを指して、VR というふうに言う場合もありますので、非常にその辺は、まず、言葉の揺れというのがあるのかなというふうに思いますが、このような認識で私はしゃべります。BIM については、建設、建築も含めてですけれども、構造物および地形を3次元のデジタルモデルとして表現して、各建設段階において一貫して管理し取り扱っていくプロセスのことです。またそういった考え、コンセプトのこと。そういうものです。デジタルツインについては、これはメタバースかなり被るところありますけれども、この言葉の趣旨としては、このデジタルツインで構築した仮想空間の中で、さまざまな思考を行う、リアルタイムに思考を行う、仮想世界との連動を行うといったことが、言葉の趣旨としてすごく強く表現されているものかなというふうに思っています。それで、メタバース、様々な公共サービスにも活用されているということで、され始めているということで、韓国の方では、この、ソウルビジョン2030ということで、非常に大きな、都市計画の、目標の、かなり中枢のところに、このメタバースを、据えているというような、ことが、ございます。デジタルツインにつきましては、これは、防災分野での、事例になりますけれども、様々なデータを、このデジタル上に、オンして、で、その中で、どういう災害が起こったときに、どういう現象が起こるのかということを、仮想的に実験しながら、実際の対応を、高精度化していくというようなことを、が試されている。ということです。こういったことをですね、河川でもやっていくことが必要なんではないかという、これは防災分野は非常に多岐にわたる情報を含みますので、かなり大規模になってくるんですけれども、河川の分野はもう少し小さなスケールからスタートすることもできるのかなというふうに思っています。それで、なぜ水辺デザインにメタバースを用いることを進めるかということなんですけど、この、私の前の2つの講演で、皆様かなり実感を持ってですね、感じられたところもあるかと思うんですけれども、私の中でのポイントは2つありまして、1つは CG のプロでなくてもレベルの高いものを素早く作れるようになったからということです。で、今までもこういうで、かなりこうリアルなものを作成、CG 上で作成する、CG で作成するということは、できるということは皆さんが理解していたと思うんですけれども、これが、
かなりこう手頃な状況になってきているというのは非常に大きいかなと思います。まあ、先ほど杉山様が紹介いただいた かなりハイエンドな、そのバーチャルの世界というのもあるんですけど、もう一方で、かなりこう手軽に作れるといったことも見逃せないのかなと思います。で、もう一つは、まあ、二次元の図面では扱えないような、まあ、地形形状というのをダイレクトに扱えるからということがあります。でこれは、こういうことを強調するかといったことについては、またちょっと後でご紹介したいなというふうに思います。まあ、それから、あとはこう、もうクロージで書いてあるところはもう皆さん、よくご理解いただけているかなというところになります。まあ、それで、もう少し手頃なところから川のデジタルツリーができるんじゃないかっていうようなお話をさせていただきましたけれども、私の、まず、最初にこういう段階から始めたらいいんじゃないかっていうのが一つの事例です。で、まず、まあ、ベースになるのがその3次元の地形、地形測量データです。で、これが、まあ、角ももちろんそうですし、まあ、流域、も含めて、かなりこう密に、もうすでに取られているというところがありますので、これをベースに、スタートできるんじゃないかなということです。で、さまざまなスケールに応じてこう地形モデルを作成して、まあ、それを、まあ、治水、景観、環境の、まあ、3つに、それぞれこうデータを配るような形で、モデル構築していけることが、いくことができるんじゃないか。その中で、まあ、治水上の、まあ、操作、例えば拡幅をするとか、流水池を作るとか、そういったものが、どういう治水効果をもたらすのかっていうことが確かめられる。で、また、拡幅流水池、さまざまな治水対策が、景観にどういう影響を与えるのかっていうことが、同様のそのモデルの中で表現できる。で、同じように環境についても、表現できる。っていうのは、この3つが1つの3次元の地形モデルというものをプラットフォームに連動して評価ができるような形になっていることが非常に重要じゃないかと思っています。で、これが、引いてはその流域治水を実装していくための極めて重要なその基盤になっていくんだろうというふうに思ってまして、まずこれをですね、全国で推進していくことができないかなというふうに私自身は思っています。それで、こういう、これは、ある意味理想的な話なんですが、一方でですね、じゃあどういうその空間スケールで、物事を捉えるのかっていったことは、また一つ重要な話がありまして、で、例えばその川のその、治水っていったことを考えたときに、まあ、流域治水のような、流域全体を視野に入れるような話もあるし、あるいは、その、リーチスケールのような、比較的、拠点的に見て、で、そこでの、その、の整備を高度化していくというようなこともあるわけです。で、本当は、その、大きなスケールから小さなスケールまで、すべて一貫して、同じ地形モデル、地形、まあ、そのプラットフォームで、モデル化できるのが理想的なんですけれども、まあ、残念ながらですね、まだそこまでは行っていないと思っています。大きなところは大きな、一つのそのデータがあると言っても、そこからは、そのスケールに応じてデータを切り出して、で、そこでモデル化していくっていうことになると思います。で、またその河川環境の話で言うと、河川環境というのが、まあ、その流域からそのセグメント、リーチスケール、それからマイクロハビタットというような形で、その階層的にこう変わっていく。というようなことがありますので、例えばセフチを作ろうと思ったときに、そのセフチだけをそこで作り上げるということはできなくて、そうではなくて、その川のサイズを広げてあげて、セフチができるような器にしてあげるといったような考え方が必要になってきます。なので、また、その辺の、整理といいますかね。まあ、なんていうか、その、オートマティックにはできないので、その辺は、その、河川技術者の皆さんの、その、力量に、よるところがあるのかな、というふうに、思っているところです。はい。まあ、ちょっと、背景的なところは長くなりましたけれども、まあ、達人川地区におけるメタバースの方向性と課題ということで、これまで議論され、してきたこととか、私が、懸念していることだったかということを、少しお話、進めていきたいと思います。それで、先ほど、中村上席の方、中村様の方から、河川、
3次元のタワー作りの中で、まあ、設計の部分がまだちょっと遅れていますというような話があったと思います。で、その、部分なんですけども、まず、河川設計、まあ、理想的な河川設計ってこういうものかなっていうのをこう書き出してるんですけど、河川設計は一回こう、でもこう、じんぐりもやっていくっていうものではなくて、本当は対話的に、こう、反復的にやっていくのが、まあ、本当はいいよねっていう話です。それから、でもこれ、まあ、その反復的なプロセスを通じて、ものが、まあ、ブラッシュアップしていく。で、いうこと。それから、それは、これ、最後はその考え的、型的なことなんですけれども、その、河川の、まあ、限らないんですけれども、何かその、デザインをするっていうことは、一つのその厳密な解に、こう、たどり、その、まあ、数学的にたどり着くみたいな話ではなくて、まあ、複数のその、さまざまな条件の中で、で、皆さんが納得できるような、形をどうやって探求していくかっていうプロセスだと思っています。で、これがですね、ちょっと川の分野、川だと、少しこう、なんていうんですか、例えば、計画流量とピクチャー、そこから、その、こう、トップダウン的に物が決まってしまうというような、まあ、それはそれでも重要なんですけれども、そういうところがあるので、少しを、この3次元の川作りの、その中で、では、まあ、本当はそこは改善していかないといけないよねっていう話です。これ。これ。すいません。でこれはあの先ほどそれをあの、まあ、絵にしたものなんですけれども、まあ、地形をまっすぐに変えていく、これはですね、ポインターを、すぐに変えられて、でそれが、どういう状況になるのか、どういうものになるのかっていうのを評価簡単にできて、で、それが形的にどういうものになっていくのかっていうのがすぐ判断できて、でこれが、まあ、その評価に基づいて、その地形を変える。まあ、これがぐるぐる回るような、そういうツールがあることが必要ですよねという話です。で、こういうツールを作るためには、まあ、3つの要件が必要だと考えてまして、まずこの地形に適したモデルエディターっていうのをいかなければいけません。それから、さまざまな景観、環境、さまざまな評価を出力するような機能がないといけません。それから、まあ、当然ですけれども、可視化、ビジュアライゼーションが非常に 高いレベルで担保されている必要があります。です。で、この地形用のモデルエディターっていう話なんですが、現在の設計に関しては、まあ、地形に関しては、もう、まあ、CAD を使われていると思います。で、この CAD というのは、まあ、CAD って本当はかなりこう広範な、言葉なんですけれども、意味合いを含む言葉なんですけれども、実際のところはその構造物にのようなその厳しい、設計値に耐えるような均一な面を作るものとして認識されていると思います。でこういった、ものはですね、まあ、ある種いろんな評価をする上では非常に便利なんですけれども、一方でその川の自然の地形をこれで表現しようとすると、なかなか、難しい。もう自然にはできない。一定のことがあると思います。本来であれば、まあ、一つのツールにこだわるんではなくて、まあ、適する道具を組み合わせて用いていくことが大事ではないかと思っています。で、地形を表現するためのモデルというのは、まあ、天群、ティンデム、等高線、総加サーフェスとか、まあ、様々あるわけなんですけど、これらを、その地形に、地形やその、まあ、成果に応じて、まあ、使い分ける必要があるということです。それで、我々はこの3次元の地形モデリングに対して、3つの方法を試したということです。一つは CAD の話。それから、先ほど中村さんの方からご説明がありました、この断面とそれ、それからそれを2次元の格子に展開するという方法で表現する方法。それから、アンリアルエンジンをはじめとした CG で使われるこのラスターを使った表現方法です。これらは様々にこう特徴が違うんですけれども、まあ、概ねですね、それぞれの形、を、まあ、近い形を作り出すことができて、ただ、そのディテールの部分は、その地形の、編集方法に、まあ、よるような方法に、ような、ちょっと特性が少し出てくるようになります。具体的には、例えばラスターベースの、ものであれば、この地形の、
滑らかさというのは、ね、非常に高いんですけれども、均一な面かって言われると、それはやっぱり CAD には劣るよっていう話です。はい。で、この環境機能の話は、先ほど説明があったかなと思いますので、割愛しますけれども、理想的には、この表、これはエバトリックでの、を概念的に示したものですけれども、結果をそのまま河川環境の評価に用いられることができるような、こういうような仕組みが必要です。で、これは、一旦計算を合わせないといけないんですけれども、もっとこう、素早くですね、本当に地形を変えたらもうすぐに、この景観環境的にこういうような評価値になるっていうのが出てくることが本当は望ましいんですけど、まだそこまでには至っています。で、ビジュアライゼーション、可視化については、これは認識しておくべきことだと思うんですけれども、二次元の図面っていうのは、基本的には、普通の一般の、人は、それを見たときに、どういうような状況になるのかっていうのを、イメージすることはできないっていうことです。で、これは、仮に、専門家であっても、A さんと B さんがいたとして、同じものを見てるかって言われると、それはそうとは限らないんですよね。で、そこも結構、非常に重要で、同じものを見ながら、議論するっていうことが今までできていなかった。で、それができるようになってきましたよって話です。で、同じものを見ることによって、で、例えば、歩いてみる。見たらどういうものが見えるのかとか、こういうような砂州ができて、こんななだらかな斜面ができるんだなっていうのを、そういうような空間の中で、すごく特徴的になるような場所を見つけるっていった作業だったり、どういうような、設計ビジョン、これちょっと言葉がちょっとおかしいですけど、どういうような方向性で設計していくかっていうことを、A さんと B さんと技術者が共通認識を持てるよっていうようなことが、このビジュアライゼーションが非常に高まったことによってできるようになったという話です。で、これはですね、ある、オンラインゲームの、レッドデッドオンラインというゲームですけど、これは、西部劇的なゲームなんですけど、ここで、ある川にこうプレイヤーがこう集まってです、ね、で、この川はああだこうだというふうに、バーチャル空間上でお話をしているという画面です。バーチャル空間上でのお話なんですけど、話してるのはリアルで話してるわけですよね。で、こういったことが、技術的に普通にできて、で、それが、ハイエンドなものでなくても、こういう情報共有は、できますよということを認識していただきたいということです。この動画は、動かないです。もうすでに皆さんもこう、ご覧になったことがあるかなと思いますけど、九州技術事務所が、プレスリリースされた動画でして、こういうような河川の表現で同じものを見るということを、もう、普通に実現することができています。で、この、どこをどういうふうに掘るかということも、複数の人がこう見ることができて、滑らかな地形を少しずつこう、形作っていくことができるよということです。そうですね。ちょっとこの辺はまた話があると思いますね。飛ばします。はい。ちょっと飛ばしますね。はい。で、このようにですね、我々が先ほど示したようなその理想的なツールを構築するためには、こういった要件が必要だよという話をしたんですけれども、もう一つ重要なのは、そういうツールがあったとしても、それを受け入れる側が、ちゃんと受け入れられないといけないということです。で、まずその図面でその物事を管理していくということは、その複雑な地形を、簡略化して扱ってきたっていうことと同じです。で、
逆に言うと、そういうようなものになるように現実の化を単純化してきたというのが、まあ、この、まあ、高度成長期での、まあ、我々、まあ、人間がやってきたことです。で、この時もですね、おそらくその CAD が、まあ、登場して、その設計が非常に容易になりました。というようなことがあったと思います。ただ、その、設計が容易になっていろんなことができるようになったからといって、現実の川が良くなったかどうかというのは、これ、それ議論の違う、あることなんですよね。なので、今、ここで 3D の、世界、そういう技術を川作りに導入しようということで、まあ、議論しているんですけれども、それが、まあ、人間の考え方次第で、まあ、どっちに転ぶか分からないっていうところがあるので、そこら辺はですね、意識を合わせていかなければいけないなというふうに思っています。まあ、それで、まあ、図面で見るっていうことはですね、これは無意識的に、例えば角を分割した川幅、例えば川幅とか断面積とか、そういうパラメーターで、川を見ちゃうっていうことと一緒です。で、これをですね、これに縛られると結局3次元 で設計していっても、元に戻ってしまうということになりますので、まあ、非常に大事な考え方なんですけども、1次元で分割し見る、2次元で、断面で見るというのは非常に重要な考え方なんですけれども、基本的には川の地形はそうになってないということを、まあ、強く理解して必要があって、で、それが、まあ、そういう、ものを、まあ、設計物として、認められるような、川作りの仕組みっていうのを、同時に作っていかなければいけないなというふうに、考えています。で、まあ、こういうような、ツールの話、それから、まあ、それを受け入れるときの その懸念の話をしたんですけれども、次に、河川管理を網羅したビームコンセプトの導入と要求を受けて、話をしていきたいと思います。で、この辺はもうちょっと微妙な話になってしまうんですけれども、まあ、川作りにそのビームを導入して、本人が3次元の設計をしていくっていうようなことがあるわけなんですけども、ビームの考え方としては、まあ、川全体をこの3次元をのモデリングを通じて、まあ、デジタルデータ化して、で、それを管理していくっていう話になっています。で、まあ、通常のビームであれば、例えばその構造、例えば建物という構造物をモデル化すれば、まあ、それで、で、まあ、かなり部分が回っていくということになるんですけれども、まあ、川の場合は、まあ、川自体が非常に長大だということと、で、そこに出てくる構造物も様々なものもあるし、川の管理ではないものも、例えば橋梁のようなものもモデル化しないと管理ができないみたいな話が出てきます。で、目的も洪水防御、環境維持、施設維持など、様々なその目的があって、ただ一つの建物を維持管理していくっていうような話ではないという。それから川の地形に関しては、まあ、一旦そのモデル化したとしても、すぐこう地形が変わってしまうというような性質を持っているということなので、まあ、ビームの議論が進んでいるんですけれども、まあ、そのままその、同じような考え方で、河川のビームを作っていくことはまあできないだろうというふうに思っています。で、これが、その河川のビームの概念化したもので、左側がまあ典型的なビームの概念で、で、右側が河川のビームの概念で、まあ、これは福井、先ほどの福井の方で議論されたものを少し私の方で図を修正したものになります。で、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、典型的なビームに関しては、構造物のモデリングができれば、まあ、それに付随するような、まあもの、まあ、形自体はそれほどそんなに変わることはないので、まあ、調査だったり、設計だったり、施工だったり、維持管理といったところにその結びつけていけばまあいいわけなんですけど、川の場合はこうです。特に川の地形というのは変わりやすいので、変わりやすくて、ね、なおかつこの調査、設計、施工、維持管理のこの各段階で形で変わっていきますので、その変わっていくこう形をどういうふうにこう、マネジメントしていくか。ということが非常に重要だということです。で、それに対して、
目的です。それぞれの目的がこのモデルに紐づいた状態で回っていくということが必要になってくるので、典型的なモデルとは異なりますよという話をしました。で、まあ、大きな概念としてはこういうような地形モデルをぐるっとこう回していくということなんですけど、どういうようなモデルの、その企画で回していくのが合理的なのかというのを議論がなされていなかったので、先ほどのそのジャシックの小委員会の方で議論をいたしました。ちなみに、国際的なそのビムの議論の中では、河川は水路としての規格化は進んでいるんですけれども、地形としての規格化は全く議論されていません。逆に言うとですね、水路としての規格が進みすぎると、水路としての河川でのビムの、表現が、突き抜けてしまうということになるので、私はちょっとそこに危機感を持っています。そういうものを本当に作りたいんですかというふうに、言いたくなるような状況にならないようにしないといけません。はい。で、ちょっとこの辺は、ちょっとしはい。で、次に、日本において、この河川のビムを導入するにあたっての、状況はどうなっているんですかということをお話したいと思います。まず、データやツールの利用可能性については、先ほど申し上げたように、流域から河川、それから河川以外の都市モデルなど、何かも含めて、かなり多くなっているということがあります。それから、機械ですけれども、航空機で取るような、レビー速度のみならず、UAV を搭載した、UAV に搭載したグリーンレーダースキャナーというのも開発されて、これが各地形で利用できるようになっているわけです。こういった状況というのは、もう日本しかない状況になっています。で、QGIS や IRIC、それからアンリアルエンジンを含めて、かなりの部分がオープンで、かなりのツールがオープンで使えるようになっていますので、中村さんが前におっしゃったように、地方からでもですね、大きなその、資本を持っていないような会社さんでも、この河川のビムを取り扱うということができるようになってきているということです。で、この辺はちょっと、先ほど、ご紹介したような、事例になってきますので、あっていきますけれども、この九頭竜川の自然再生の治水対策では、このような3次元、3D CAD を使ったモデリングによって、都市の形状を表現することが一応できたというような話があります。で、こういうようなケーススタディを通じて、どのようなそのワークフローが考えられるのかというのを検討しました。これは、具体的にはですね、その稼働の、中のその土工に関して言いますて、関して限定して、申し上げると、水平解像度1メートル、に基づいて、天群、ピン、アデムを、それぞれの、モデルに従って、モデルに対応して、構築していけば、大きな問題は起こらないだろうというふうに、考えました。で、このような形で、調査から設計に行くときに、この要件1を満たすように、それから設計から施工に行くときに、この要件2を満たすように、施工から維持管理に行くときに、要件3。これが、おおむね、水平解像度1メートルに対応した地形モデルということになります。で、公共測量マニュアルは、おおむねこれに対応してますので、おおむねこのレベルで、公共測量マニュアルに対応したレベルで、データを回していただければ、特に大きな稼働の中では大きな問題ないんだろうというふうに思っています。で、こういうようなデータの要件を整えれば、例えば、何か事業をするといったときに、調査をせずに、維持管理の段階で蓄積されたデータを用いて、すぐに設計をするといったようなことも可能になってくるだろうというふうに考えています。それで、このようなデータ循環が、ともにですね、この設計の中で、
今回取り上げているような3つの、データの、地形編集が、それぞれとこの、まあ、この最初、例えば最初の推理計算の段階で、まずそのアイリを使って検討したものを、その中の、まあ、ワンドの作成であるとか、その微地形的なものを、アンリアルエンジンで作っていくというようなことが、まあ、本当にできるかということを、確認しました。で、これが確認できると、必要になってくるその推理的なその環境評価と、景観評価というのがこの、ツールに付随してできますので、まあ、このツールを、ツール全体として、理想的な、3次元の川作りの、ツールが、まあ、ちょっと出来上がっているのかなというふうに思っています。ただ、それぞれの、ツールとのデータの受け渡しが完全にスムーズとは言い切れないので、ここはまだ改善の余地があるかなというふうに思っています。それから、まあ、最後にケーススタディということで、この後は水辺の設計におけるメタバースの利用についてハンズオンの研修がありますので、研修がありますので、私たちの広域スケールにおけるメタバースの利用ということでちょっとトライしたことがありますので、ご紹介したいと思います。で、何をしたかというと、これは富士川の、甲府盆地の、事例でして、まあ、有名な信玄堤というのが、ここに、ございます。で、この、明治29年の、釜無川の、水害については、この、まあ、いわゆる信玄堤がですね、まあ、停用して、で、その、堤内地の方で、まあ、氾濫が生じたというような状況で、まあ、こういうようなその、まあ、広域的な、災害に対して、震源堤のようなその控え堤だったり、あるいはここに、流路を変更するような、流路を北側に変更するような、将棋頭といった構造物があるんですけれども、こういったものをこう統合的に、ゲームエンジン上で評価することによって、表現してあげることによって、この伝統的な治水が、の価値というんですね、うまくこう伝えていくことができるんじゃないかと思って、まあ、ちょっとそれをしたわけです。で、まあ、やり方としては、まあ、先ほどご紹介ありましたセシウム。セシウムというものを、まあ、全体の広域的な、地形、景観の表現に用いて、で、中を、ゲームエンジンを、まあ、直接的に用いた 表現、モデリングをしています。で、まあ、それに、洪水シミュレーションであるマイリックを使った表現を推理計算を行って、その推理計算結果を水面部として表現したというものです。で、まあ、この過去 その地形のデータというのはないものですから、現在 その地形のデータに、まあ、かさ上げしたり、あるいは今その、まあ、高速道路が通っているような場所の地形を削除したりして、簡易的に表現をしていました。まあ、そうすると、まあ、このような現代のモデルに対して、まあ、過去のモデルというのはこのように作成できます。まあ、近づいてみてみると、まあ、これは先ほど の杉山さんがお見せになったようなものに比べれば、非常に荒いかなというふうに思うんですけれども、これ、実際作ったのが、まあ、4月に、研究室に入ってきた4年生が、3ヶ月、4ヶ月ぐらいの、トレーニングで作ったものです。で、まあ、そのぐらいのトレーニングで、まあ、かなりこう詳細なものができますよということは、申し上げたいところです。で、このアイリックの計算結果を、このゲームエンジンの方にインポートしています。で、ここでは、でもこの辺ですね、ちょっと計算結果のその解像度に対して地形の解像度が、まあ、荒いと、まあ、このようにちょっと飛び出すといったような不具合があったんですけれども、あって、まあ、この時は、ここはちょっと改善点だねっていうような話が出てきてたんですけれども、まあ、これ改善しまして、例えばこれ、このように、これ、まあ、霞点の一部ですけれども、このように、地形の解像度に対して、推理計算のその計算メッシュの解像度が荒くても、まあ、綺麗にこの表現をすることができるように、改良をしています。
で、また、水だけが流れてくると、どれぐらいその深いのかというのがパッと見わからない。で、それは、ハザードマップに対しては、ちょっと劣ってるねっていうようなことで、水深に対して、論付けができるような機能を、追加したり、しています。で、この、機能に関しましては、近日中にですね、公開をして、皆様にも使っていただけるような形で、今進めている、ところです。はい。で、最後、一番過ぎてますが、まとめさせていただきます。で、重要なところは、まず CG のプロでなくても、レベルの高いものを素早く作れるようになりました。で、これは、今、地域で育てていける、技術として非常に重要ですということ。それから、二次元の図面では扱いにくい形を扱えるようになったということが非常に重要ですということ。で、イメージを共有して、可視化することが非常に重要だということを申し上げました。それから、河川には河川のビームの概念とか、枠組みというのが必要で、モデルを動的に、かつ連続的に扱うということを考えていかなければいけないということをお話ししました。で最後に、ケーススタディということで、用途によって、そのモデリング領域や解像度の適用性が、またちょっと異なるところがあります。例えば、先ほどの、霞系のモデリングですけれども、水平解像度が2メートルでモデリングしています。で、そのぐらいでないと、なかなかその地形をですね、こういじくったりとかっていうのが、PC の負荷的に難しかったというようなことがあって、どの範囲、どの程度の解像度で切り出してモデリングするかというのは、依然として重要です。なので、なんか何でもかんでも全てをこうモデリングできるわけではないんですけれども、使いようによっては非常に重要なツールになっていくということが分かりました。はい。すいません。ちょっと紹介します。以上です。はい。大槻先生、非常に興味深い、興味深いお話、ありがとうございました。以上をもちまして、午前の部のセミナー終了いたします。午後はですね、13時より、ハンズオン研修として開催してまいります。ウェブで参加の皆様、13時までには入室のほどよろしくお願いしたいと思います。それから冒頭で事務局の方からご連絡差し上げておりましたが、CPD の認定手続きにつきまして、午後の講習参加も必須ということでございますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。で、ちなみに午後のハンズオン研修につきましては、聴講のみでも CPD 認定、対象となりますので、ご希望される方は聴講の方よろしくお願いしたいと思います。以上をもちまして、午前の部を終了いたします。ありがとうございました。また午後13時から始めますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。